はようございます、カカパです。今日はですね、8月26日、午前5時15分ですね。ここはですね、サワンドの第3駐車場かな。目の前がですね、上高地に向かうバスターミナルです。今日はですね、上高地経由唐沢までの予定です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、すみません。おお、空いてる、やっぱりこの時間。おお、さすが。まあそらそうだよな。今ね、5時57分です。6時前からですね、混雑している上高地のバスターミナルを出発してですね、今日の目的地唐沢まで行きたいと思います。何がそれ、今から上高地です。西方ですね。あれがね、明神岳、これはカッパ橋ですね。じゃあ、まあ恒例ですけど、カッパ橋行きましょう。はい、どうぞ。きれい。焼けたっけ。素晴らしい。ねえ、よかった。おお、やるね、サル。向こうもね、ルートがあるんですけど、今日は、最短コース、ここからですね、明神方面に向かってきます。この次第らのキャンプ場、
小なし平のキャンプ場ですね。ここは別に登山に関係ない人も、ファミリーキャンプもできるとこなんで、登山ではとても使わないような立派なテント、重いテントがいくつか張ってありますね。こういうとこもね、車が入ってこないからいいよね。やっぱりこう担いでやるのがキャンプなんで非常にいいと思います。6時45分、出発からだいたいですね40分ぐらいかな。ちょうど明神まで3分の2来たぐらいですね。目の前がですね、あずさ川、明神ですね、明神岳。こっち側がね、明神槍ですね。いやー、すごくいい。晴れてよかった。6時54分、ほぼコースタイム通りぐらいですね、明神に着きました。ざっとやっぱ200人ぐらいいるかな。ちょっとですね、明神着いたんで、せっかくなんで明神池の方ですね、もうすぐそこなんで、家紋寺小屋に行きたいと思います。家紋寺さんはですね、上条家紋寺、まあ日本の山岳ガイドの祖というかパイオニアというかそういう方ですね。明神橋、橋をですね渡り終わって明神池の方、すぐそこです。家紋寺小屋、7時6分、まだね7時早いってことで特別何もないですけど、あそこで岩内開いてる。7時28分ですね、明神で、家紋寺小屋寄ったりしてですね、ちょっと休憩したんで、今からですね徳沢に向けて、歩いていきたいと思います。
だんだんみたいな感じ。うわあ、いいね。徳沢の八重城ですね。ここはね、元牧場ということもあって、まあ、芝生が敷いてありますね。もうすぐで徳沢園ですね。山やる人にとって一番の有名な小屋かもしれないな。さあ徳沢園ですね。これはもう説明不要の有名な山小屋です。氷壁の宿沢園。じゃあ8時28分徳沢を出発して横尾方面向かっていきたいと思います。次の横尾まで1時間ナバー。おお。いや、素晴らしいね。これは。こちら上高地あの徳沢方面ですね。ちょっと寄り道しました。8時45分、コースに戻って横尾ですね。行きます。9時38分、
予行ですね。まあほぼコースタイムぐらいで予行に来ました。天馬はね、7針ぐらいかな。じゃあ奥が横尾山荘です。あ、そんなに人いねえや今日は。あ、横尾山荘だ。ここはですね、この大橋を渡ると唐沢方面、こっち行くとですね、槍ですね。これ大きく分かれます。人が増えてきた。うん、山奥にまあ平日だったのに。10時ですね。10時。横からですね、ぐーっと来て唐沢方面に向かいたいと思います。お、横大橋を渡ると、まあ渡るとすぐじゃないんだけど、まあだいたい普通に歩いて3時間、まあ、今日のペースで言うと4時間ぐらいかな。横大橋です。おお、綺麗だな。この梓川の水源はですね、槍ヶ岳なんですね。槍ヶ岳の水が、こちら上高地ですね。目の前がね、屏風の頭で、こっち側の屏風岩ですから、屏風岩を左に見るような感じでですね、本谷橋の方に、歩いていくという、そんな感じです。ちょっとね、左足の付け根がまあ痛くて死にそうなんですけど、ちょっと頑張ってみたいと思います。いやー、いい風だ。うん、本谷橋までね、そんなアップダウンねえんだよ。いい風だね。気持ちいい。いい天気最高だね今日は。ほら、屏風岩が、まあ、もっと本谷橋の方に寄ればですね、正面から見られるんですけど、いやー、迫力あるね。横を出て30分ぐらいですね。じゃあ